大阪維新の会は改憲政党ですってある政党の人たちが言ってたの、若い人が。でそこで私はですね、表参道のところで、私たちの代表の松井一郎代表は自民党の改憲案は反対だって言ってますよ、自民党の改憲案は私たちの個人の価値観というものを国の価値観として統一して押し付けるものだから反対ですよって言ってますよ。党首討論という5月18日に共同代表の片山虎之助代表は、日本国憲法の良いところは残すんだ、憲法9条なんか今いじっちゃいかん、緊急事態条項は熊本の地震を見ても不要だって言ってますよったら、そこの政党の方がスカスカッと来て、うちが喋ってる時にマイク使わないでくださいって言われちゃったの。でもね、表現の自由だし、私はそちらの人が自民党の改憲案に賛成してるって言っていたから違いますよって、アンサーソングっていうのが普通音楽にありますよね、なんか言ってるのにアンサーソングで言ったんですけども、黙りなさいって言われてしまったので、まあとあるですね、あの C 和夫さんの政党でございますけども、不思議だなって思いました。私たちは緊急事態条項って皆さん知ってます？緊急事態条項っていうのは地震が起きた時に出すだけじゃないんですよ。緊急事態条項に私もあるいは松井一郎さんも片山トランスさんも大阪維新の会も反対するのは、緊急事態条項って時の最高権力者が緊急事態条項ですって言うとですね、その国会も憲法もそれを超えたことが一国の最高責任者ができちゃう。そして緊急事態条項をやめますっていうことを判断するのも一国の最高責任者なんだ。なんだかこれだとどこかの恐ろしい国と同じだねっていうことで申し上げてますね。何よ、今日の演説で長さんとおっしゃる政策職員の会見が行われていました。ただし今日本の国民は政治家の手のひら返しにうんざりしてます。もし仮に議題表確保した後に大阪維新会が参戦になったことになったことになりますが、だってあなた、まあもうそういうお利口なお腹ばっかの意見に答えなきゃいけないのね。じゃあ今まで自民党だけじゃなくて民主党はどれだけ裏切りましたか？だっていいじゃないですか。いいですか、冷静に聞いてください。選挙期間中に党の代表が自民党の改憲案は価値観を作るから反対だって言ったんだよ。お利口なメディアは書かないけどね。党首討論で私の本会議の代表質問だけより動きがある。党首討論で憲法の良いところ残す、緊急事態条項いらない、9条変える必要ない、共同代表が言ってんだよ。これはドキュメントですよ。国民が訳をさせても政治家の手のひら返しです。もし仮に大阪維新の会がそれをちょっと黄色に言ってるんですよ、ね、なんかちょっとあまりにお利口な質問だった。いや手のひら返しいいですか？手のひら返しをする感じの考え方はないです。ないでしょう、私と同じ意見を言ってんだ。仮に、馬場幹事長関係ないよ。共同代表と代表が選挙期間中に言ってる。もう一個で言うと、あなた方の中の何人かが好きな民進党が安倍さんの最も最大の補完勢力でしょう。良くも悪くも鳩山さんという、鳩山由紀夫さんと小沢一郎さんという政権交代の立役者を連合赤軍のようにパージしたんだよ。政権ってのはあなた聞きなさいよ。わあいいです、だから聞いてるください。政権転落の永久戦犯の野田佳彦さんと菅、あの菅直人さんをそのまま置いてるんだよ。そして安倍さん以上に安倍さん以上の考えの人が党内にうじゃうじゃいるんだよ。私たちは今言ったように代表と共同代表が代表質問と選挙期間中に言った内容じゃないですか。それをなんであなたは信用しないんですか。あなたこそ安倍さん以上にレッテル貼りって話になっちゃう。できないことを政治家がやり続けてるからです。ちょっとその一般論と個別論と一緒にしないでください。だったらじゃあだったらあなた方が信用している脱原発派の人たちがどれだけひよってきましたか。ねえ、IWJ のお金払ってんだけどね、俺。関係ないんだ。あ、そう、すごい、 IWJ のお金払っても関係ない、ありがとう。いずれにしても私たちは言ってることだからそれを守るってことで、私は少なくとも私は嘘つかない人間だから、それをあなた方
方が信用したいんだったら IWJ の編集者こそレッテル貼りの裁判、私たちが大阪維新の言ってることが IWJ と同じ意見だということが、あなた方が自分たちの価値観が崩れる敗北だと疑ってんでしょ、恐れてんでしょ、同じなんだよ。